右からダイヤモンド賞、金アキラ、銀賞。上が戦中版で、下がそれぞれの戦後版。ドイツ十字賞はナチスドイツで制定されていた勲章。先行のあった軍人を授与の対象とした。騎士鉄十字賞を受章するバルター・ルフトリク軍中将。右胸にドイツ十字賞をつけている。1941年9月28日に、 制定された。先行のあった軍人に授与されていた鉄十字章には、上から大鉄十字章、騎士鉄十字章、一級鉄十字章、二級鉄十字章の等級あったが、一級鉄十字章と騎士鉄十字章の隔たりが大きすぎたため、その間を埋める勲章として、ドイツ十字、賞金章が制定された。ドイツ十字章は、鉄十字章の一等級ではなく、 別の勲章であるが、一級鉄十字章を受章していることが授与の条件となっており、一級鉄十字章受章者がさらなる選考を挙げたが、騎士鉄十字章を受章するほどの功績ではない場合に、授与するとされており、実質的には騎士鉄十字章と第一級鉄十字章の間に位置する勲章であった。そして同様に、 先行十字章の騎士先行鉄十字章と一級先行十字章の間にドイツ十字章銀章が設けられた。ドイツ十字章は金明を受けるには第一級鉄十字章、銀章を受けるには第一級先行十字章をすでに受賞している必要があった。金明と銀章のデザインや大きさは同じで針十字周囲の円が金色か銀色かという点だけ異なる。 1941年から敗戦までの間に約2万5000個のドイツ十字章が授与された。受賞者は遺憾が最も多かったが、酒官や歌士官、兵の受章もあった。戦車や潜水艦の搭乗員など戦闘部隊に所属する者が廃用するために布地に刺繍を施した略称も存在した。ダイヤモンド章については実際に制定、授与されることはなかった。 上位勲章の騎士鉄十字章と同様に予備勲気があり、一部のものはこの後に正式な勲章も受けた。特に、金明は、そのデザインから目玉焼きスピーガライと呼ばれることがあった。中央に針十字があしらわれているために戦後は廃用を禁止されたが、1957年に針十字の代わりに、金章は鉄十字、銀章は 先行十字章をあしらったものが用意され、受賞者に配布された。ありがとうございます。